ウィレム・メンゲルベルク、ウィレム・メンゲルベルク、ウィレム・メンゲルベルフ、ヨゼフ・ウィレム・メンゲルベルク、1871年3月28日から1951年3月22日は、オランダの指揮者。フランツ・ビュルナーの弟子であるため、ベートーベン直系の総尊弟子にあたり、ベートーベン解釈には一目を置かれた。おいに ルドルフ・メンゲルベルク、音楽学者とカレル・メンゲルベルク、作曲家、カレルの息子にジャズピアニストのミッシャ・メンゲルベルクがいる。幼少期から得意な音楽的才能を見せ、8歳の時に作曲した合唱曲などはすでに CD 化されている、オランダ国内版のみ。廃盤。メンゲルベルクは美声に恵まれ、幼少期から父、 ブランデンブルク門の彫刻を担当の彫刻工房の職人たちをまとめて、教会音楽を中心とした合唱式などを行っていた。また、ケルンでの学生時代は、バイオリン、管楽器などオーケストラの楽器を広く演奏する腕前を持っていた。このため周りの学生からの信任も厚く、声楽家の友人の伴奏を頻繁に手伝うなど、音楽家として、見識を非常に広げた。 肩を壊して、バイオリン演奏を医師に止められたため、以後バイオリンを自ら演奏することはなかったが、双方自体は熟知しており、こうしたことが、オーケストラトレーニングにすべて役立った。1895年に24歳で、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団の主席指揮者として採用される。この際、バッハの宗教曲を演奏する必要性を強くとき、特に、 マタイ受難曲の演奏に特別の意思を示せた。このため、自ら合唱団を組織することを条件として提示し、コンセルトヘボー管弦楽団の主席指揮者を引き受けている。後に、自らオーディションして組織した合唱団は、トーンクンスト合唱団、有名な1939年録音のマタイ受難曲などで実際に聴くことができる。その後、 常任指揮者に就任した彼は徹底した訓練で一流のアンサンブルに育て上げ世界的な名声を得た1922年から1930年の間は自らオーディションして5つのオーケストラを統合再編したニューヨークフィルハーモニックの主席指揮者も兼任した国際的で精力的な仕事をこなしていたが自身の健康状態は若い頃から優れず 特に呼吸器系が弱かった。このため、しばしばスイスの山荘で余暇を過ごして、体調管理に努めたが、体調不良による演奏会のキャンセルも多かった。国内での人気投票で、ウィルヘルミナ女王を抜いて1位になるなど、オーケストラの指揮者としては、異例の人気ぶりだったが、こうしたことが裏目に出て、女王とは折り合いが悪かった。第二次世界大戦中、 ドイツ軍がオランダを占領すると、その点をついた、ゲッペルスや、在水コールインクバルト、オランダ総督に、真のオランダの象徴として勝つが、指揮活動を継続した、イギリスに亡命した女王は、祖国の裏切り者として献殿された。また、メンゲルベルクは、ゲッペルスの招きで、ベルリンフィルに客演している。このことから、戦後は、戦犯として、コンセルトヘボを追われ、 楽団から追放された。その後は、スイスのグラウビュンデン州の山荘に陰性。その後限定され、1952年度からの音楽活動再開が決まるが、その直前に死去した。晩年は不遇のうちに没したメンゲルベルクだが、オランダ人芸術家としては、画家のレンブラントと共に、現在も高く評価されている。メンゲルベルクはバッハなどのバロック音楽から古典派。 さらに近代音楽に至るまで幅広いレパートリーを持ち、綿密な作品研究に基づく高機ロマン派風の濃密な解釈、力強く熱情的な演奏は広く称賛された。また、作曲家のグスタフ・マーラーやリハルト・シュトラウスからも厚い信頼と高評価を受けており、作品の検定を受けるなどしている。1920年代から多数のレコーディングを行い、 さらにコンセルトヘボー大ホールでの当時としては、珍しいライブ録音が、かなり良好な状態で残されている。これらは、放送局によって、ガラス板に濡らたアセテートの上に記録された。とりわけ、バッハの、マタイ受難曲、チャイコフスキーの公共曲第6番、悲壮、アール・シュトラウスの公共詩、英雄の生涯、メンゲルベルクとコンセルトヘウ管弦楽団が検定を受けた作品である。 ドンファン、マーラーの公共曲第4番などの録音は歴史的な価値も含めて高く評価されている。豪快で透明なオルガンのような荘厳な響きをベースにしながらもポルタメント奏法や強いアゴーギクに代表される猛烈にロマンティックな響きも合わせ持つ独特な個性でよく知られる。また、メンゲルベルクはスコアを徹底的に分析した上で指揮を行っており、 感情に押し流されない計算した上での解釈による演奏を行っていた。これは今も数多く残されているメンゲルベルクが多くの注意書きを記入したスコアからも伺うことができる。マーラーは自作の楽曲の理解に関して弟子のワルターより高く評価していたし、自分よりもうまいと舌を巻いたほどであった。このため、第5及び第8公共曲はメンゲルベルクに検定している。 アール・シュトラウスは、ザラトゥストラが、メンゲルベルクのおかげで聴衆に理解されるようになったことに、ひときわ感謝し、後に、英雄の生涯を検定した。グリーグが、メンゲルベルクの指揮するチャイコフスキーの、悲壮を客席で聞いて感激し、聴衆に、この若い指揮者を誇りとすべきだと演説したり、地元の新聞も、心理学的奇跡と絶賛したことは、特に有名である。 また、チャイコフスキーの弟がメンゲルベルクの演奏するチャイコフスキーの第5公共曲を聴き、兄がピアノで弾いていた演奏をとっくりと感激し、自筆スコアを検定したという話などがある。新作の初演を数多く手掛けたことでも知られ、演奏した作曲家は延べにして300人に達すると記録されている。特に、自国オランダの作曲家をよく支援した。中でも、 もともと文学者だったディーペンブロックに音楽の才能を見出し、自ら指導して作曲家に大成させた例は有名である。初演が録音で残っているものとしては、バルトークのバイオリン競奏曲、第2番、独奏、整形、プフィッツナーのチェロ競奏曲第1番、独奏、カサド、ヒンデミットのバイオリン競奏曲、独奏、コンサートマスターのヘルマン、コダアイの、 クジャカ変装曲などがあり、どれも初演とは思えぬほどの完成度を示した。先日した体調不良により、1939年のキャンセル数の多さは聴衆に不満を与えたと言われる。テレフンケン録音でこの年だけ録音がないのは体調不良による。有名なマーラーの公共曲第4番の演奏録音、読書、フィンセントは久しぶりに舞台に立った時の録音で、 舞台に現れた時聴衆から、ヤジが飛ぶほどこの年はキャンセルが多かった。しかし、いざ舞台に上がると、そうした弱さを、微塵も感じさせない驚異的な完成度の演奏を聞かせ、聴衆を唸らせた。門下にはただ一人、フランスのチェリスト四天皇の一人とも称される、モーリス・ジャンドロンがいる。もともとは、ジャンドロンが死縮していたようであるが、後に、 メンゲルベルクに指揮法を教わっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。